2017年ストックホルムトラックテロ事件は2017年4月7日にスウェーデンの首都ストックホルムの中心部で直前に盗難されたトラックが故意にダロートニガートンに沿って歩行者を襲いデパートに突入した事件であるこの事件で4人が死亡15人以上が負傷そのうち9人が重傷の怪我を負った警察はこの攻撃をテロとして扱っている ウズベキスタンから亡命希望のラフマット・アキロフが同日逮捕された。スウェーデンの警察はアキロフはイスラム国の思想に共感しているとし、ウズベキスタン当局は攻撃前に ISIS IS に加わったと語っている。アキロフは4月11日の裁判前聴聞会で攻撃を実施したことを認めた。現地時間14時53分頃、 スウェーデンの大手醸造会社スペンドラップのトラックがストックホルム中心部のアドルフ・フレデリックス・キーコガータへの配達中に盗難された。スペンドラップのプレスリリースによるとドライバーは盗難されたトラックを止めようと車の前に出たが加速して突っ込んできたため横に飛びの危機が負ったと発表している。襲撃犯はストックホルムの繁華街の通りの一つである。 ダロートニガートンに入ると歩道に乗り上げ、歩行者を襲いながら約500メートル走行した。目撃者は路上をジグザグに運転して子供たちを標的にしようとしていたと述べている。この攻撃はダロートニガートン通りとマスターサミエルスゲイトン通りの交差点角にある h l へ NS シティデパートにトラックが突入するまで続いた。トラックに火がついたがすぐに 消防士によって消し止められた。襲撃者は飛び出し逃走した。襲撃犯に乗り捨てられたトラックの中から自家製の爆弾か兵器らしき不審物が見つかっている。警察責任者によると犯行に使われたトラックの中から通常はないはずの装置が見つかった。同責任者は典型的な爆弾なのかあるいは何らかの因果物だったのかを分析していると語った。 警察は、すぐにフードを被った人物の公開捜査を行い、4月7日の19時55分、ストックホルム北部のマルスタの建設労働者ラフマット、アキロフを、テロ犯罪と殺人の容疑で逮捕した。4月8日1時15分に正式に逮捕され、4月11日に、スウェーデン検察庁によって、正式に受理された。この攻撃により4人が死亡した。 また、少なくとも15人が負傷し、うち9人が深刻な怪我を負った。4月18日、ストックホルム県の医療などを担う、行政議会である、ストックホルム県ランスティングは、攻撃後から4人が入院しており、1人は、集中治療室で治療を受けていると述べている。警察によると、アキロフは2014年に、スウェーデンで、永住許可を申請していたが、昨年却下された。 国外退去命令に応じないとして、今年2月27日以降警察が行方を追っていた。ISIS をはじめとする過激派組織への共感を示していたことが知られていたという。スウェーデン国会議事堂とストックホルム地下鉄は封鎖され、ストックホルム中央駅は避難させられた。また、2010年以降レベル3からリスクアセスメントを引き上げていないにもかかわらず、入国に パスポートが求められるなどがあった。スウェーデンのステファン・ロベーン首相は記者声明でこの攻撃はテロリズムによるものと考えている。警察や治安当局もそのように扱っていると述べた。その2日後、ロベーン首相は私は今日亡くなった人を痛んでいる人や負傷した人を心配している人にまずお話をしたいと思います。スウェーデンの皆があなたたちと共にいます。 私たちの敵は、これ以上ないひどい殺人者であることはわかっているでしょう。と述べている。また、追悼式典では、テロには駆使しない。民主主義は、原理主義に打ち勝つと述べた。9日、難民申請不許可者を退去させる移民法を改正しようとしていると発表した。スウェーデン王室を代表して、カール16世、グスタフ国王は、 この悲惨な悲劇の犠牲者とその家族に、王室一同、哀悼の意を捧げますと弔意を表明し、8日、我々はこの暴力を乗り越えます。安全で平和な国であり続けて参りますと述べた。4月9日、犠牲者を弔うために、ストックホルムのセルゲル広場に約4万人以上の人々が集まった。ありがとうございます。